偉人チャンネルの陣でございます。今日は皆さん、まそろそろギルド戦本戦に入ってきますよね。まだまだ枠が空いているギルドもたくさんありますので、可能な限りご紹介したいと思います。では参りましょう。スタート。はい、ということでまずね、私たちギルド陣チャンネルですけど、今回はちょっとね募集の動画出ていませんでしたが、離脱者ね1名引退される方いましたが、事前からね入りたいよという方がいましたので、ちょうどうまい具合に1名減って1名入ったという形だったので、特に募集などしていませんでしたが、無事ね来シーズンも30人でスタートできるということになっておりますが、他のギルドの皆様、まだまだ30人まで達していないよという方のギルドがいっぱいありますので、そちらの方を時間の可能な限り、これ冒頭言ったような可能な限りね紹介していこうと思いますんでね、早速行きましょうか。はい、では行きましょう。まずはクリミスの酒場、まあずっとね背景に映っていましたが、そちらの方から紹介していこうかと思います。ポストナ、さあどんなギルドが出てくるか、ちょっと楽しみは楽しみなんだよな。いきます。まあここは皆さんご存知の通り、ギルドでギルメを募集していくところになります。まずはヨッペーさん、9月1日6時38分ですね。昨日になるね。まだ大丈夫か、空いてる。もしかしたらこの放送によって埋まっちゃってるところもありますが、その辺はねちょっとご了承くださいということで、まずヨッペーさん、勧誘開始枠2名です。ギルド名はホーリーグレイブさんですね。有名どころですねこれね。ギルド戦、防衛戦、ダンジョン戦、10位前後、すごいな。工場戦ハード、まあ相当かと。でギルド長はコンプリート済みと。うわいいね。でアリーナの募集、アリーナじゃない、募集要項、アリーナ、今のアリーナはあまり参考になりませんが、レジェンド目安、まあ10位以内に入ってくるようなギルドだから高いね。キャラが引けなかった方、耐久パーティーの方も大歓迎ですと。あー、そういう募集の仕方もありなんだね。なるほどね。防衛戦やギルドダンジョンなどの PVE 枠加入の方もぜひご相談ください。目安としての数値になります、ご相談くださいということですね。短期前提の方はご遠慮くださいという形になっております。各コンテンツマルチに活躍している方が多いです。まだまだセブンナイズで楽しみたいという方はぜひご検討ください。ご連絡はジャンプマンさん、エレックス43、31、昨夜さんまでということになっております。かっこいいね、ホーリーグレイブという画像もね貼り付けておりますんでね、ぜひとも、お声かけてみてください。そして次、ディースコムさんですね。ディースコムギルドでございます。残り1枠となりました。加入のご希望の方はお早めに。ギルド名はフェアリーテールさんですね。有名でところでございます。しかし残り1名、昨日のでも22時27分ということで、まだ枠がねあるかもしれません。ギルド目標、ギルド戦50以内安定、そしてギルド戦100以内安定、防衛戦100以内安定、ギルドダンジョンも安定と。一言、無課金、美課金中心で気楽にやっていますね。今より少し上で頑張りたい方、上位で少しやってて疲れた方、気楽にやりたい方は大歓迎です。加入希望の方はギルマス、タカさんを5、もしくはサブマス、ディスコムに、ゲーム内 DM いただければ幸いですということになっておりますね。ギルド戦はフリースタイルで攻めてもらっておりますということで、ギルド戦に関してはね、うちと同じぐらいのところだけど、まあデラ王国とかギルドダンジョンの順位を見ていきますと、ディスコムさん全然うちらより上でございますね。なかなかいいギルドさんなので行ってみてくださいと。そして次、ヤチェル91さん、ギルド名フェアリー星 D、 ギルド名ですね。はい、1名様募集かけております。そしてギルド戦募集条件としては、ギルド戦2回、防衛戦3回参加、まあギルドコンテンツ参加してくださいよという形でしょうかね。そしてギルド目標はオールコンテンツ50以内安定、すごいな。で、一言、一緒に楽しんでいただける仲間募集しております。まあこのぐらいなんでね、まずは声かけてみるのがいいかと思います。では次行きましょう。光を継ぐ者セリスさん、ギルド名は夜行鳥、最低3名マックス15名すごいなこれ。募集条件は超まったりギルドなので共有することはありませんが、出席はしてもらえたら助かります。ギルド目標はまったり楽しく、小規模だったので900位前後、そうだね、人数的にかなり少ないんだろうね。一言、美人ギルマスが、みんなを温かく迎えてくれます。人が少ない関係上幽霊部員がおりますが、できるだけギルド戦がやりたいからですと、どうぞお助けくださいということで、人数少ない上に幽霊部員が出てるってことは相当人数少ない少数制でやってるってことですね。
まあちょっと結構苦しんでると思いますんでね、もしお声掛けしてみてくださいと。次行きましょう。やるいてるさん言ったね、ここですね、グリクマさん、モザイクさんですかね。あ、ギルド名がモザイク、募集人数は2名、募集条件はなるべくギルドコンテンツの参加、ギルド目標が100位以内、順位も100位前後と今いると、モザイクのグリクマです。特に細かい決まり事はなく、マイペースでゆっくりできます。相談しながら楽しんだりすることもできますので、ご一緒にいかがですか。加入申請をお待ちしております。ご連絡いただく際は受信設定のご確認の上お願いいたしますということですね。100位前後、やってきて中堅どころのクラスに入ってくるんでしょうかね、今のセブンナイツの状況ではね。まあ初心者が1個ワンランク上のギルドに行きたいっていう感じの方々とかは、ちょっとこのぐらいのギルドとか入ってみるといいんじゃないかななんて思っております。モザイクになっております。次行きましょうか。トロア・バートンさん、花組さんからですね。募集人数は5人集まってるのかな。8月31日付になってますんでね、まあちょっと2日前なんでちょっと分かりません。ギルドコンテンツに参加してくれる人、ギルド順位画像参照、ギルド戦に参加必須だけどそれ以外はまったりしているギルドです。少人数でもいいからギルドに加入してくれると嬉しいですということで、基本的に全コンテンツ見ると100位以内という形でしょうかね。先ほど紹介したギルドさんと多分同じぐらいのラインに立ってるかと思います。ちょっと5人募集してるのでね、まだまだ枠あるかもしれませんので、ちょっと聞いてみてくださいと。えい、次行きましょう。お急ぎでいきますよ。白色ハッサン、ギルド名株式会社指名、ちょっと面白いね。募集人数は1から10名、ここもかなりだね。募集条件なし、なしですよ。ギルド目標と順位、ギルド戦が100位以内に入りたい、ギルド順位が157位ということで、ギルド立て直しのためメンバー大量募集中です。まったりやりたい方はモチベ高い方誰でもどうぞということで、そうですね、全体的に150位クラスですね。はい、1から10名なんでね、多分人数的な条件でギルド戦とかこういう順位にいるかもしれませんので、本当は100位以内目指したいってことは、多分30人集まったらしっかりとした、順位にたどり着けるんじゃないかなという感じがするようなギルドですね。ほい、では最後、そうですね、そろそろ3日も4日も前のものを紹介するとあれなんで、こちらでひとまずクレミスの酒場は最後にしておきましょうか。マンチェスターさん、ギルド名は令和ナイツいい名前だねこれね。令和になってから作ったってことかね。募集人数は3名、ギルドコンテンツに積極的に参加していただける方が条件と。なるほど。特にアリーナ行くっていうのはあんまりないですね。そしてギルド目標、アクティブメンバーを増やしたいですと。ああ、なるほどね。ギルド順位画像を ご参照ください。一言、やる気がある方でしたらレベルはランクは問いません、毎日参加できない方でも OK します、実践設定をご確認はできますまでご連絡お願いいたしますということですね。ギルド戦、ここ結構いいところじゃないですか、中堅クラスの方々ね。ギルダン54位っていうのはすごいですよね。うち全然叶いませんわ。そしてデラオグ防衛戦が91位、で工場戦が、まあ工場戦そんなにね、どうなんだろう、本当にやってるギルドさんしかあんまり参考にはならないですけどね。はい、でギルド戦はまあ116位となっておりますな。てな感じでしょうか。そしてもう一つのコンテンツとして、ちょっとツイッターの方からもギルドさんご紹介したいと思います。ほい、ということでツイッターの方にやってまいりました。検索でセブンナイツギルドという検索をかけて、最新のものからちょっと上からね、いくつか紹介していこうと思います。時間は結構少ないですが頑張ってみます。ですね、まず一人目、食材のミーさん、よく見ますねこの方のツイッターは。ギルメン募集5名様になってますね。これが2時間前にちょっと流れているんで、まだ5名募集されているかと思います。自由加入となってますね。自由加入、そしてギルドコンテンツご協力よろしくお願いいたします。スコア低くて構いません、工場戦は金のみ、金曜日のみハードですということで、まだまだ作りたてなのか初心者向けのギルドなのかもしれません。ちょっと画像なのかね、出てますね。そうだ、ギルド名を言ってなかった。ポケ騎士最強軍団ギルマスさんは星瀬名さんですね。サブマスがハールさんと、この食材のミーさん、
ちょっとね、画像がね、見づらいっていうのとありまして、わかりづらいので、食材のみーさん、こちらの方に、ちょっと聞いてみてください。多分ね、ギルドで探すのも、一応言っておきますよ。カタカナのポケ、そして騎士団最強軍団というのがギルド名になっておりますね。で、サブマさんの食材のみーさんに、まあ、声かけたら、多分ね、何らかの対応してくれるかと思いますんでね、初心者の方々でも、やる気があれば多分、ここのギルド入れると思いますんでね、もしよかったら入ってみてくださいと。では次行きましょう。ガムセブンナイツさん、女心と秋の空さん、ソーラです。まだギルドが決まってなければご検討お願いいたしますということで、ここのギルドさん結構強いですよ。僕らも何度も当たってます。まあ今回ここの順位がギルド戦67位とかになってますが、メンバーが揃ったら全然上に行けるようなギルドさんなんで、もしやりたい方、50位内入りたいっていう風な感じの方はちょっとおすすめのギルドになっております。はい、そして次はなんて呼ぶんだろうこのね、ネウエンシャンさん、アットセブンナイツさん、はじめまして、もしよろしければうちのギルドもご検討いただけますでしょうか。ギルドコンテンツ参加いただけたら万々歳の社会人待ってるギルドとなります。全ギルドコンテンツ100位内安定してまいりました。おお、ちょっと結構波に乗ってきてるギルドですね。じゃあこのギルドはなんて名前でしょう。自由の民ギルドじゃないですかね、きっとね。かなりね書いてありますけど、アリーナはチャレンジャーからアベンジャーあたり、ギルドコンテンツにまあ参加してくださいという感じでしょうね。すごいね、しっかりした広告になってて、ちょっと読み込んでみると面白いかもしれません。こちらがギルドの概要ですね。ジーノタミさん、ギルド戦76位、46位の48、47位という感じですね。ああ、結構うちに近いようなギルドだから、また当たるような気がするな、いずれ。はい、ということで次行きましょうか。はい、次ですが、陽平さん、お月見会さん、ついに始動ギルダン特化ギルドトライアル、これ今シーズンから入ってくるのかな。まだまだ募集中ですのでご連絡ください。 PV も楽しいぞーとなってますね。これはどういうギルドなんだろうね。ちょっとこの初めて見ました、陽平さんのところで。フェイスさんですね、フェイスさん。とりあえずワンシーズンやれるとこまでやってみようか。ギルダンご興味ある方ぜひご覧くださいということになってますね。星が入ってますね、気をつけてください。星トライアル星みたいになってますね。中抜きが黒になってますね。はい、黒じゃないな、これ要は白枠、中が透明になるような感じの星のトライアル、全部お持ちですね。あー、これギルダン好きな方、今回最後まで行ってみたいという方、行ってみるといいかもしれません。これ陽平さんお月見やめてこっち行くのかな、ちょっとその辺分かりませんけどね。まあ多分陽平さんはそんなことはないと思うんだけどね。ちょっとね、今度聞いてみるのもいいかもな。とりあえず、フェイスさん紹介してしました。はい、次に出てきましたのが、ギルド。水所って呼んだらいいのかな？お酒で酔っ払うのように、場所の書ですね。場所の書じゃないな、なんて言ったらいいのかもね。感じで、皆さん、ね、わかりますよね。各コンテンツ100位前後の、老舗居酒屋ギルドです。居酒屋。いやはめられたような感じのコメントがあったね。不参加の時に連絡さえいただければ細かいルールやノルマはない。ともに酔っ払気分でナイツ楽しみますか。いいですな。自分も入りたいところですね。セブンナイツは不滅意よ、まだまだ楽しみ方は集まれとかね。すごい丁寧に作ってるね、こういうのね。過去の絶100位前後、無理なくマイペースでナイツしようという形で、結構まったり系だけどそこそこの100以内というところにいるようなギルドになっているようですね。面白そうなギルドですが、ツイッターの方だと誰に連絡という形がちょっと言いづらいんですが、まあこの水所さん、まあ漢字2文字なんで検索はしやすい。そしてライさん、ライですさんところにちょっと連絡してみてくださいと。そして次はクジャクネギさん、鹿丸の帝国動いてるんで皆様どうぞよろしくお願いいたします。このアナログとデジタルのいじめ混じった雑な画像なんとかせねば。これね結構いいですよ、僕は好きですけどね。斬新、このエリスのデジタル感でいきなりノートとか、これ別に、ね、嫌いじゃないですけどね僕ね。ギルドメンバー募集中です。ギルド戦目指せ150以上、ギルダン防衛戦も頑張っています。アリーナランクも頑張るあなたを応援します。リアル優先、無理なく楽しみましょう。お問い合わせツイッター、おっとっと
これ大丈夫なのかなとおっしゃって、まあツイッター載せるから大丈夫だよね。ツイッター、まあクジャクネギさん、まあ書いてありません、アット何々書いてますね。でナイツメールではクジャクネギ、という形ですね。クジャクネギさんですね。うん、ギルマさんかな、もしかしたら。クジャクネギは話しかけるとなんかすげえ喜ぶから、たまにでもいいから話してみてくれ。ゲーム内のフレンドも募集してるらしい。まあよろしく頼むよ、という形になっております。結構リズムかかってますね。はいはい、結構ね紹介してきましたけど、もう少しだけちょっと紹介していきましょう。次が出てくるのが来たですね、19時間前か、陣営さん、しげるまさきさんとこですね。誰かあと2名、せめて1名ギルメン募集しております。なんだか人少ないですね、寂しいの。セブンナイツ盛り上げたいのという形になってますね。いつも PV の言うと言ったらこのシゲルさんのところ、来期ギルメン2名、 PV が好きな方募集しています。ギルド戦100以内、防衛戦10以内、ギルダン10以内と。すごいなこれな。あの間違いないけどね、たまにあるんですけど、陣営さんとこの僕の陣チャンネルっていうのは別の方ですからね。たまにね、あってね、陣営さんのところに僕だと思ってメールが行ってることが昔ありましたもんね。あの勘違いしないように、陣営さんのところにメールしてみてください。私のところにこの、あの送らないでください、間違っても。ここは陣営さんの所属するしげる松崎さんというね、 PV の、老舗のギルドになっておりますのでね、もしよかったらね、こちらの方、ご相談してみてください。はい、ということで本日はギルドメンバーを募集しているギルドをご紹介していきましたが、先月ぐらいでしょうかね、うちのギルドも動画内でちょっとねご紹介してくださいという方がいたんですけど、ちょっとねイベントの絵しらとか今やってるスルーズのいろいろプレゼント募集でメールが来るじゃないですか。そのメールがガバ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 というかどんどん来ていくと、古いメールからどんどん削除されますよね。それでいざ出そうと思った時にすでに削除されてしまっていて、一体どこのギルドさんか分かんなくなってしまいました。もしこの動画見てその方がくれていたら、もう一度ねメールをいただけるとね、しっかりした形でね募集して、募集動画出してあげたいと思いますんでね、もしよかったらねメール一通いただけるとありがたいです。大変申し訳ありませんでしたと、いうことで、まだギルド戦本戦始まるまでには2日あんのかな、この木曜日から開始かってなると、火水一応木曜日もまだ大丈夫なんで、まあ木曜でも午前中までにはね移籍しないとダメなんですけど、まあそこまでにまだ野良でいる方とか何かしらちょっとどこか迷いかねている方、ぜひともいいんで、まずは声かけてみるのが一番いいと思います。ツイッターでご紹介した方だったら、もうツイッターの方にお話直接言った方がいいです。特にサブマスさんとか、ギルマスさんがだいたいツイッターしているので、まあ直接声かけるのが一番いいと思います。あとはゲーム内の方でギルド名前入れてみて検索かけて、そこからサブマスさんとかギルマスさんとかその人に直接連絡するっていうのもいいかもしれませんのでね、ぜひともまずは気軽にお声をかけてみるっていうのが一番いいかと思います。ということで本日はここまでにしたいと思います。もしよかったらグッチョブチャンネル登録していってください。では皆さん、バイバイ、ありがとうございました。